どうも、モノキトです。僕が普段ね、メインで使っているオズモポケット。そのオズモポケットを今回ね、またアップデートしてみました。じゃじゃーん。はい、これ。健康さんから出ているアドバンストワイドアングルレンズです。まあ、いわゆるワイドコンバーションレンズ、ワイコンってやつですね。オズモポケットって画角がすごく狭くて、でそこをカバーしてくれる広角レンズなんですが、ワイコンもね、いろいろなメーカーから出ていて、ものによってはね、やっぱりこう周辺が歪んでしまったりとか、流れてしまうような感じで画質が劣化するということがあって、僕もオズモポケットの画角の狭さはね、ちょっとやきもきしていた部分はあったんで、ちょっと気にはしてたんですけど、これっていうものが出てこなかったんで、スルーしていたんですが、去年の9月に発売されたこの健康さんのねワイコンはかなり評判が良くて、歪まないのがやっと出たみたいなね、そういう感じのレビューがね出てきて、で僕もおって思っていろいろ調べてはいたんですけれど、どうもちょっと不具合が、あったらしくて、ワイコンをつけた状態で撮影していると、時々ねこうランダムな感じで、ジンバルが震えるっていうような不具合があったみたいで、せっかく質のいいレンズだったんですけど、まあ、そういうね、いつ起きるか分かんない不具合みたいなものがあるのはねちょっとなって思って、まあ、これもね静観していたんですが、去年の12月にオズモポケットのねファームウェアアップデートで、そのあたりがね解消されたというアナウンスがあって、もう実際に僕もアップデートはしたんですけど、それで治ったみたいな声がね結構出てきたんで、そういうことであればじゃあポチってみようというふうに、去年のねその12月のアップデートが発表されたすぐにねポチったんですけど、やっぱりね同じことを考える人は世の中に多いらしく、もう入荷待ちで1ヶ月ぐらい待たされるというような感じだったんですが、ようやくこの前ね届きました。実質1ヶ月かかんなかったかな、で箱を開けてみるとこんな感じの、専用ケースに入っていました。でスペック的にはね 0.6 倍、広角にしてくれるレンズなんですが、実際につけてみたところ、まずマグネットで吸着するタイプなんですけど、しっかりねカチッと固定してくれる感じで、そう簡単には外れない感じな強度はあります。でその去年の12月のファームウェアアップデートで、もともとはねこのワイコンをつけた状態で起動することができなかったようなんですが、それがね解消されて、もう最初からこのワイコンをつけた状態で、オズモポケットを起動することができるようになりました。で実際に部屋でテストしてみたんですが、例えばねこの黒板を、この位置から撮影してみると、何もつけてない状態だとねこのエウレカさんも全部は映ってないんですが、ワイコンをつけることでこの黒板全体がね映るという感じになりました。で自撮りもやってみたんですけど、手をねグッと伸ばした状態で、僕は純正の延長ロッドを使ってはいるんですけれど、この状態でつけてみるとやっぱりねグッと画角が広くなってね、僕の顔がねこう余裕を持って遠くに映ってくれるということで、かなりありがたいです。であとは家の中、まあ僕ん家結構ね狭いんで、ここの部屋の中で例えば大きめの商品の開封レビューみたいなのをした際に、どうしてもねこのオズモポケットの画角の狭さではちょっと捉えきれない感じのところがよくあって、そういう時にもねこのワイコンを使うと限られたスペースの中で商品をねきちんと写すことができました。で今回ねこのワイコンを買った最大の理由が、軽トラモバイルハウスの中での撮影ですね。もうかなり実物すごいなんか狭いんですよ。でとてもじゃないけどオズモポケットじゃ、撮影できなかったんで、そのためにあのインスタ360 1X を買って、これまでね使っていたんですが、360度カメラなんでさすがにねこう超広角で広々撮れるは撮れるんですけど、若干やっぱ暗所に弱い感じがして、ちょっとノイズが乗るのが気になっていたのと、編集する際ですね、僕は Adobe Premiere Pro の CC を使っているんですが、その編集環境に持っていく前にインスタ360 Studio っていう独自のね編集ソフトで処理をしてあげないと、元々のそのファイルがいわゆる一般的な動画フォーマットと違うんで、一回編集して変換してあげる必要があるんですね。まあその作業そんなに対して大変なことではないんですけど、まあ、動画の長さが長かったりフッテージの量がね多かったりするとやっぱりこう手間なんですよね、二度手間というかっていうところで、ちょっとねインスタ360を使うのはちょっと腰が重たいというか、まあ、そんな感じで敬遠しがちだったんですが、今回ねこのワイコンをつけたことで、狭いねモノワークの中でも、割とね、広めの視野で、動画を撮ることができるようになりました。
で、僕がワイコンを買うときに一番気になっていたのが ND フィルターとの併用ですね。僕はこのオズモポケットで撮影する際にその撮影の設定をフルマニュアルで撮ってます、うん、で、フルマニュアルで撮るとシャッター速度を、ね、60分の1に設定してなるべく撮りたいんで、そうするとね、こういう暗い室内以外のね、こう屋外での撮影ではね、必ず ND フィルターを使うんですね。で、僕はその ND フィルターニューアーさんのオズモポケット用のやつを使ってるんですけれど、ワイコンを使った状態で、ND フィルターをつけられるかっていうのがなかなか YouTube とかで検索してもね、ヒットしないというか、あまりそういうことをされてる方が少ないみたいで、で、まあこれは自分で試してみるしかないなっていうところで実際試してみました。で、一応2パターンやってみて、健康のワイコンをつけた上に ND フィルターを乗っけてみるバージョンと、その逆ですね、 ND フィルターをオズモポケットにつけた状態でその上に、ワイコンをつけてみるというふうにやってみたんですが、まずワイコンオン ND フィルターみたいな感じでワイコンの上に乗せた状態でやってみたら、周辺がねちょっと蹴られちゃいましたね、うん、これじゃちょっと使えないなっていうとこなんですが、あとねやっぱり磁力が弱いんでもう振ると簡単に取れちゃう感じでした。で、まあ根本的な話なんですけど、このワイコンは広角にするためにね、レンズの表面がちょっと球体になって若干こう飛び出してるんですね。なのでその上に ND フィルターをつけると、まあ場合によってはね、場合によらなくてもかな、かなりレンズを傷つける可能性が高いんで、この感じはやめた方がいいなっていうふうに思いました。まあ、すでにね、映像でもさっきから出てるんですけど、僕のオズモポケットのレンズはもう傷がつきまくっていて、もう何度も何度もね点灯させてしまってて、その度にね肝を冷やすというかね、もう今これがメインなんで、これがなくなったら僕動画撮れないみたいな感じのところはあるんで、かなりねヒヤヒヤしながらだったんですけど、まあそれでもギリギリまだ今のところ撮影に支障がない感じなんでね、もうほんとちょっと大事に使っていこうと思います。で、今度は ND フィルターをオズモポケットにつけた上に、このワイコンをつけてみたんですが、装着に関してはねあまり問題はなかったんですが、いざ撮影してみるとやっぱり周辺が蹴られます。で、プラス周辺がこう流れちゃうようなね画質の低下が見られました。これは本体のレンズからね、ワイコンのレンズにちょっと距離が出ちゃったんで、まあ、どうしてもこういうことになるんだろうなというふうには思ったんですが、まあ、いずれにしてもね、このワイコンと ND フィルターの併用っていうのはね、オズモポケット上ではね難しいのかなというふうに思いました。まあ、僕がね持っているニューアさんから出ている ND フィルターでの検証だったんで、他のメーカーのものだとねちょっと断言はできないんですけれど、実はね先日東京に行ってね、東京散歩してきたっていう動画を出したんですけれど、あの時もね、このワイコンをねつけっぱなしで、撮影してました。で、その際に全部外撮影だったんで ND フィルターもつけたかったんですけど、まあこういう感じだったんでもう諦めて ND フィルターなし で撮影もね全部オートで撮ってきました。まあ外歩きとか屋外での撮影で、画角が狭くて困ったみたいな感じがあまり今まで感じてなかったんで、まあ、それはそれで良かったんですけれど、どっちかっていうとこういう暗い室内だとか、ケトナモバイルハウスのシェル内とかですね、そういう用途で、買ったんで、いろいろ使い分けでこのワイコンとはね付き合っていこうと思います。で、実際今回ね初めてのワイコンだったんですけど、その一般的によく言われるその歪みとか画質の劣化みたいなところはもうほとんど、まあ、素人目ではあるんですけどもう感じられなかったですね。もう単純に画角がぐっと広がってくれて、あたかももともとオズモポケットがそれぐらいの画角だったっけみたいな感じの見せ方をしてくれるんで、そのオズモポケットの画角の狭さとか、つけたらちょっと劣化しそうだっていうところで、そのワイコンの購入をね迷ってた人もこの健康さんのワイコンなら、かなりおすすめできると思います。うん、価格の方はね、一般的なワイコンよりも、まあ、それなりにはするんですけれど、それでもねその価値があるというふうに今回は思いました。今この撮影ではワイコンを使ってないんですけれど、ワイコンを使わないねこの狭い画角がいいなって思う時もあれば、やっぱり広い画角がね必要なシーンもやっぱりあるんで、まあ、そのシーンごとにね使い分けられるようになるっていう意味でワイコンはとっても買ってよかったなと思いました。今後もうちの動画ではねたびたびこのワイコンは使っていこうと思ってるんで、シーンに応じてね使い分けて、僕のね表現したい内容をより皆さんにね伝わるように伝えられるように使い分け駆使していこうと思います。じゃあ今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。モノキトでした。ではでは。